久しぶりね、待たせたな。マリサだぜ。いやおじさんも久しぶりだよな。もう1ヶ月近くになるからねー。そして開幕ロイ君行くわよ。この対面既婚おじさん有利なんだが。よくそう言われてるけど個人的には普通に負けるしよくわからない。あかん。ダーから何回言ったらわかるんだよその通気のダック。あれ下手しダウンレンで因縁先っぽバシバシ叩かれてたやつ。剣持ってるのに叩くってもうよくわかんねえな。今の掴めないとかマジで言ってる？って危ねえ。グー出して急に来たな。危ない。だがいい感じに向こうの攻撃は避けて美脚を入れれてるわね。その下相撲はダメだろ。下調しようと思ったんですわ。っていうか今回やけに横スマ暴発するわね。そんなブンブン振ってるつもりまあなんか当たってるしいや。そんなんでいいのかよ。いや、さあ、めちゃくちゃ振ってるよな、そのエルボー。6打数3安打1ホーマーの大暴れなんですわ。普通にいい打率で笑う。よーし、この調子で55号エルボーまで行くわよ。あう、ロイのダッシュに思わぬガード。いいジャンプ潰れたー。あぶねー。ほらー、からの畳みかけるんだぜ。で、いくらなんでも横スマ振りすぎだろお前。全然治らん。よっしゃー、ほらー。あいつもの流れ完全に読まれてたな。今のナイス滑り、完全に暴れの間合い避けながら反撃してたもんな。流れが普通に怪しくなっている。今のはもうちょっとどうにかできると思ったんだけどな。あそこでポッピングおじさん発動する意味は正直な。あかん、追い受け身、ラッキー。そしてクリティカルつま先が刺さる、普通にダメージでかいからな。あ、いつもの、あうっつ、ってマジかよ。きつい横スマが入ったぜ今のは。今のマジ？バウンドからの踏みつけの見事なコンボ。たまたまだよね。めちゃくちゃ綺麗に決まったんだけど。今の狙い通りって普段どんな練習してんだよ。開幕敗北から始まったおじさん、次はロックマンだぜ。弾幕組の中でも特に対応しづらい。そのままゴリ押すのもあるっちゃあるけどな。そして落ちてるグレードは必ず拾うおじさん。何も当たってねー。バナナとかカブみたいになんかコンボ決まらないの？ほらー、鉄板コンボが決まるぜ。ジャンプが潰れてた隙に一気に畳みかけたかったけど無念。無理だったわ。豆飛ばしてくるからそんなだけで近づいてこねえよな。まあけどほどほどに美脚通してるわね。よっしゃー。ブレードキャッチしつつ反撃だぜ。ここで相手の心理奥魔王の立ち回りが始まる。だが援護からの反撃も策用意してねー。そのまま魔王じゃんけん始めるのが一番無難か。ほらー、ゼロー、つかませろー。危ない危ない。魔王ダンスで無理やり後ろに回り込む。まあ正直仕方ない。そしてブレードは欠かさずキャッチするおじさん。さすが盗賊だぜ。魔盗賊ガノンドロフのショルダーダッシュ。あ、ほらー。多い角度で吹っ飛ぶぜ。爆弾劣気脚で無効化するのか。あかん、復帰阻止警戒。危ねえ。なんとか後ろから回り込んだぜ。もうがけ陰国は通用しないかな。てよーし、チャンス。よっしゃー。大綺麗にブレードをかわしつつサマーソルトをお見舞いしたぜ。仮面ライダーもびっくりな身のこなし。て急に相手もブレードトリップしてきたわね。見た感じダウンレンとか狙ってるようには見えねえけどな。それなら空気をつけとけば粘れると思うんだけどねー。下手な通勤タックルは正面剣で死ぬぞ。危ねえ。今完全に死んでたよな。多分相手さんのミスだが。だがめげず苦手から襲うおじさん。よっしゃー。あう、残念。やーす、飛び道具でことごとく劣気客が潰されるのつらい。祖国上にでケツを押し付けていくべきだったな。魔王の復帰。あかん、まだいける。うおー、あっぶねー。なんとかロケットを右手で抵抗したぜ。だが相変わらず崖に追い出され続けるおじさん。飛躍、ナイス回避。あ、よー、島田魔王の命は終わっ。うん、ジャンプ上がり読まれたな。してやられた。うおー、お前も道連れじゃあ。いつもの伏せですぐ復活したら爆弾つけられるからな。そしてここでまた堅実な魔王立ち回りが要求される。惜しい。いや、言うてそこまで惜しくねえぞ。反撃の劣気脚が欲しかった。さあこっから豆をかいくぐり近づくんだぜ。そこそこのジャスガノンを見せつけるも攻撃を食らう。あかん、危ない。まだ豆で助かったぜ。でお前相手のダメージ覚えてるのかよ。今気づいた。そして豆を絶妙な間合い感じで避けるおじさん。よしゃー、いい攻めだぜ。いや、じゃあ、魔王怒りのナックル。今回2回ともレッツキャンセルでバーストしたな。レッツキャンセルは割とマジで使える。最初間合い覚えるの苦労してたけどな。ちょっと最初はね。よし、それじゃあロックマン続いていくわよー。さっきとはまた違うロックマンだぜ。開幕足でブレードをかき消すおじさん。じゃあ、ほらー。得意のモミッチャー暴れ。まあ相手が軽傷だと当ててもこっち反撃食らうんだけどね。痛い。まあブレードや豆の一本二本当たるのは全然痛くないが。いや豆はそこまでだけどブレードは結構痛いぞ。だが劣気脚で止まるならクエヌをぶつければ良いではないか。
あう、本心に当たって距離取られるぜ。何よ、おお、そしてブレードはすかさず再利用するおじさん。ほらなかなかいい感じに翻弄できてるけどな。だがダメージは大して変わらないという事実。それより今空母当てられてたら死んでたぞ。確かにそれは思った。めちゃくちゃ危なかったわ。くらえ、弾いてから欠かさずブレードを拾うと、おじさんだけプレッシャー。惜しい、今の直撃してたらシールドパッティーに行ってたけどな。だがいい流れ、よじゃあ、ここだぜ。ここ一気に決めるとき。残念。あ、おいお前な、やっちまったぜ。流れこっちってたのに道ずれしてどうすんだよ。確かに今のはもったいない。仕切り直しだったわね。またこっからイーブンになってどうなるかわかんねえぞ。よじゃあからの少年をつかむおじさん。残念。痛い。だがめげずに魔王は今日も通勤タックルをする。ほらめちゃくちゃいい調子だぜ。いやあ危ねえ。危ない危ない。この調子でタックルバシバシ決まればそう負けることはないんだけどね。あう、だがまたブレード回収チャンスだぜ。よっしゃー、はい、続いていくわよ。CX か、もう何度見た対面だろうか。これさっきとは打って変わって殴り合うんだぜ。まあいい管理。よっしゃー、くらえ。まずに発揮服をぶち込むと、ここら辺から技を先出ししていくおじさん。ジャブはまだオッケー。他に一気にコンボつなげられる技とかあるからな。そうそれ、危ねえ。あのなぁ、今何がしたかったんだよ。動きを音楽に合わせるエンターテイナーの鏡。こっから戦いが白熱していく。あう、完全に空回りしてるぞ。何の攻撃の空振りなどスマブラにおいては日常茶飯事。揺さぶっていくわよ。でマジかよ、今の OS まで出こないってマジ。盾の紫エフェクトは若干出てたけどなぁ。よしゃあ、そして執拗に着地狩りを狙うおじさん。普通にいい感じだぜ。お、なんだ、せっかくのチャンスを生かせず。まあ私もそのまま着地してくれるとは思ったけどなぁ。そしておじさんがバタバタ炎国悪。その高さで掴みにかかっても当たるわけねえだろ。今の少し当たって欲しかった。横スマガードされると半角だぞ。来た、じゃあ受け身も取れない位置。それできたらサマーソルトで撃墜できたんだけどね。よしゃあ、下スマが功を奏したぜ。最近下スマにも活路を見出してきた。なに、大い上がり。もっと積極的に復帰阻止していくべきだったかしら。それはな、一歩間違えるとこっちが死ぬし。そうなのよね。絶妙な間合いで牽制を繰り返すったり。プレッシャーかけろかけろ。じゃあジャンプ上がりを読まれたおじさん。あったことチャンスだぜ。おい、わーい。ここはきっちりだけ受け身を取ってバーストしていく。素直に掴んでくれたからよかったな。あれ反転ウェディとかで拒否しながら崖掴めるのかね。よじゃあ、よく横スマそんな単発で当たるな。マジかよ。半角で相手が焦ったところに相手ランテンポ遅れて魔人剣をぶち込む。魔王高等テクニック。今お前が適当に決めたよな。はい、それじゃあ皆さんお待ちかね。ガノンミラーったぜ。いやー久しぶりでもうまくできるかどうのこうの。今さら何言ってんだ。はい。あれマジか。きっちり外にずらされたな。外ずらし徹底されると結構辛いのよねー。残念。回避読み極悪抜けをぶち込もうとしたけどまあ、じゃあ、極悪崖抜けを。無念。この崖の形無実すぎる。崖の角度的にバウンドしたら絶対に魔王は落ちるからな。そして強力な回避読みも思いっきり背中にエルボーぶち込まれる。今のところなかなかに辛い状況だが、だがめげずに足元から崩していくおじさん。よしゃあ。おーナイス。やったぜ。これで奴も帰ってこれまい。おまけの裏剣も叩き込んできっちりバーストしたぜ。最小限の被害でイーブンに持ち込む理想的なカバーね。その掴み間合い感覚はいつまで経っても身につかないのか。だって短すぎるんだよね。マジかよ。ギリギリジャスガで間に合ってしまうと。だが圧倒的な下距離位置を見せつけていくおじさん。だがもうそろそろダメージがったぞ。これこうしてかけ。いやまだ耐えるわ。おー頑張れ頑張れ。でーピンポイントで回避上がり読まれたな。マジかよ、そんなことあります？まさか横スマピンポイントで来るとは。何のまだまだ続くわよ。まあこれも別のガノンなんだけどな。速攻の試合というものを見せてやります。開幕挨拶で始まり、互いにオジステと小ジャンプで前を測っていく。残念ずらされました。やっぱりガノン同士の戦いになるとここら辺を使用術式してくるわね。いやさあせー、さすがの速さ。この飛び込みメテオが純粋に色をつけて強いんですわ。まあこれはガノンに限った話じゃないけどな。少女の裏剣を繰り返すことによってプレッシャーをかけていく。いやー、顔面に思いっきり裏剣ぶち込まれたな。まずい。全く同じことされてんじゃねえよ。そっくりそのまま返されたおじさん。なんの、
もう一度こっちがすれば勝てるのよ。なんだよその利用者。なんかエルボー妙に決まるよなお前な。で今チャンス。おらー残念。今のちょっと間に合わないか。あかん。危ねえ。ここで形勢逆転だけを押し付けていくわよ。おらー復帰阻止くらえ。もう一回。いやさあつま先をコチンと優しくホームル魔王獣の技だぜ。それじゃあ久しぶりだったけどどうだった。今回はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。いややっぱスマブラも楽しい。違う面白みがあるよな。出てるキャラは似てるけど、カービィちゃんでも全く違うシビアな対人戦がここではできるんですわ。私はおじさんだけどね。